秋田で活躍するモデル・タレントの原石を発掘する扉プロジェクト、とびまめ。ポンチャ、まゆみん、おしん、かえちゃんの4人がいろいろなことにチャレンジして成長したりしなかったり、そんな姿をお届けする番組です。とびまめ。こんばんは、おしんこと風間しおんです。前回突如知らされたオリジナルゲームを考えようという企画、会議を進めてきましたが、世代を問わず楽しめるゲームって難しい。そんな時、スタッフからこんなプチミッションが。ウスノロというトランプゲームがあるのですが、メンバー全員ルールを知りません。これは少ないヒントからゲームのルールを当てるミッション。オリジナルゲームを考える前に、いろんなゲームの楽しさを知ろう。カードゲームの要素をちょっといっぱい知っていこうっていうことで渡された紙なんですけど、こちらにウスノロと書いております。聞いたこともない、ね、初めて聞いた、うん、ゲームがある。この文字からも全然想像できない、うんうん、軽くちょっとヒントをもらったのでちょっとご説明します。はい、お願いします。まず1、2の3の掛け声があります。お、1、2の3、はい、して4回負けたら最下位だそうです。4回負けたら最下位、最下位、うん、4ラウンドとかなのかな。4回負けたらっていうか、1回負けたらうで、2回負けたらうす、あで、3回負けたらうすの、4回負けたらうすのろで、うすのろになった人が最下位。あ、なるほど。クレちゃん言った通り、なんかラウンドね、うん、で、今皆さんの前に、はい、手札があるんですけど、ます、はい、こっちの真ん中にボールが3つあります、はい、うん、3つありますね。こういうヒントしか与えられておりません。ざっくり使ったら取らなくて ね、どんなゲームなのかってちょっと考えていきたいと思います。はい、はい、どうやって始めるんだろう ね、とりあえず確かにスタートが、うん、そう分かんないね。なんかボール投げる、投げる、ボール投げる投げるのかな、回すのかな、なんか持ってた人ダメみたいな、うん、あ、そしたらトランプ何、確かに確かに、1、2の3掛け声だから一斉に出すね、そうっぽいよね、1、2の3みたいな、うん、ね、1、2ね、一瞬どっか行ってた。どっか行ってた。どっか行ってた。取り戻そうとしてた。でもさ、これ数字が、うん、でかい1、2、3で出して、うん、数字が大きかった人が、うん、あ、なんか勝ちとか負けとか、あ、うん、1、2、3で出して、うんうん、まあ、本来4だけど、うん、まあ、1出して、うん、あ、一番大きいみたいな、うんうんうん、じゃあこれ同じ。そう、ボールだよね。このえ、じゃあそれをもらうのか、え、そう思った、4人でやるから3つなのかなって。あ、早め勝ちで、ね、取って取れなかった人が負けで、うんうん、みたいなのかなって。あ、まあ薄のろっていうぐらいだから、のろいのがダメみたいな。あ、すごい、とろとろ系はダメみたいな。え、薄のろってさ、まあ、1個ずつ負けた人がさ、あれなんだよね、うん、あの4回薄のろになるでしょ。あ、ボールがなくなるまでとりあえずやって、なかった人が最初の負け、そうな気がする。で、う、う、あ、ボール結構しっくりきた今。ボール持ってない人がってこと、うんうんうん、そう、はい、え、ちょっと聞いてもらってもいいですか。ひらめいた人が、ひらめいた、あのさ、今手札あるじゃん、うん、いっせーの出て、まず一旦出すじゃん。じゃあ一回出そう、ね、え、1、2の3、さあ、1、2の3から、いいですか、じゃあ、はい、一旦出すよ、はい、1、2の3、あー、で、これで揃わなかったら、うん、もう一回自分の手札戻して、なるほどね、例えばちょっと今2出してもらって、はいはいはい、1、2の3で、うん、揃ったらボール取るんじゃない。あ、もう一回早くて、そう、揃った瞬間にボール取るって、
で瞬発力で取ってってことそうそうで取ったとするじゃん、うん、取りました 取りました で取らなかったまゆみんの負けでうーうーすごいどうですか違いますえー結構いい線、ねね、めっちゃ良かったよそのルールありだよね、ねうん、2枚ね被る、うんうん、あそっかそうそう被るから多分揃わないんだよね一生私さ自分さこの手持ちだったからみんなこんなのとしたあ、うん、私持ってないそりゃ揃わないから難しい難しい難しいなかなか逆に頭脳戦なのかなみたいな感覚だったけどむずいかも揃うのがむずいね、うん、このセットだったボール取るのはでもあってそうじゃんねボール取るのは、うん、私たちはゲームのルールにたどり着けるのか続きはお知らせの後とびまめオリジナルゲームを考えよういろいろなゲームの楽しさを知るためプチミッションに挑戦中少ないヒントから薄のろというトランプゲームのルールを当てるミッション皆さんには先に正解を教えちゃいますねゲームは同じ数字のカード4枚×人数分と参加人数より1個少ないボールを用意してスタートまず自分の手札で4枚の数字を揃えることを目的に不要なカードを隣へ渡しますそれを繰り返し数字が4枚揃ったら中央にあるボールを素早く取ります誰かがボールを取ったら数字が揃っていないプレイヤーもボールを取りに行けます椅子取りゲームをイメージすると分かりやすいですね運と状況判断、瞬発力が問われるゲームです出した手札回したりするのかな相手にみたいな、うん、その1、2、の3はボール取るとかそれはない1、2、の3あるかもしれないわトランプどうするドッジボールみたいな正解から遠ざかってしまったためここでヒントが追加されました今ヒントをもらいましたヒントやったじゃんあ全員同時に手札1枚を移動、移動するんだ合ってた、合ってたってことだ、ね、1、2の3みたいなのどうあ、そういうことあ、でさ同じ数字全部揃ったらさ揃ったらさ揃ったらさえ、そうじゃないえ、だってさ全部揃うってその条件しかないよそうそうだよってことか、やってみる一回やってみよう、やってみよう、じゃあそれでやってみようか、はい、1、2、3うわ、そういう感じむずいで1、2、3え1、2、3え、揃ったあーじゃあもうこう回るこう回るってこと1、2、31、2、3揃った。おしんの負け。おしん、ね、そういうことですか。正解です。わーやったー。おもろい、おもろい。これめっちゃ面白いね。すごい、うん、すごい。なるほどね。これで4回負けたやつが再開。じゃあここでスピードを競ってるわけだ。あなるほどね。多分最初の1人はさ揃うんだよねきっとね、うん、するね。一応これがルールでした。ルール、はい、それぞれいらないカードを1、2、の3で左となります。これどっちでもいいね。裏向きで渡します。あ、合ってた合ってた。全員同時に回ってきたカードをめくり手札に加えます、うん、手札の数字が揃ったら中央のボールを取ります。え、まんまだね。まんまだね。でも4番目があるか、うん、誰かがボールを取ったら手札の数字が揃っていなくてもボールを取りに行く。なるほどね。え、そうか、切り替えできる。揃ったっつったらもう揃った人がいたら取りに行くんだ、うん、揃ったってならないんじゃない。もう揃ったとも言わずに立って取ったら あ、これ揃ったなみたいな。あ、そういうことことじゃない。すごい。そっか。そしたら分かんないじゃん。あ、取れなかった人負け。あ、じゃあなんか三角ぐらいじゃない。あ、なるほど。で、負けた人が、4回負けた人が薄のろになった人が最下位。
とか正解にたどり着くことができました。この薄のろも参考にしながら引き続きオリジナルゲームを考えていきます。なんかスピード感って楽しいよね、うん、思ったなんかワクワクしてた、うん、カード来るたびに、うん、揃うタイミングがバラバラだからいつだろうって確かに確かに、うん、自分が思ってなかったカード来た時に、うん、あーっていうさそういう気持ちもなんかこう楽しみの一つっていうか、うん、揃えるってワクワクするのかも、うん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 、揃える系要素を入れたいよね、うん、ね揃える系はいいかも、うん、揃える系とでもなんか飛び豆って掛け声欲しくない、ね、せっかくだったらさっきの 1,2,3 みたいな、うんうん、飛び豆みたいな例えば出す時でもいいし、うん、なんか揃った時とかに飛び豆みたいな、うん、欲しいっていう掛け声は入れたいよね。結構出てきたよね、出てきた、うん、だんだん難しくなってきたぞ。難しくなってきたね。それって飛び豆って言って飛び豆分かってきた分かってきた分かってきたあのさ七並べで普通にやるとするじゃん、はいはい、で飛び豆で絶対あの自分の手札から回さなきゃいけないこととかにしたらいいんじゃない。あなるほどね。あそう薄のろ要素と七並べ、うんうん、ちょっとうまくいくか全然分かんないけど一旦終わったら、うん、何枚ずつでもいいけど交換しなきゃいけない。じゃんけんそれこそじゃあ例えばじゃんけんして、うん、勝った人が渡す枚数決めれるとか。ああそうしようか。お何枚までですよ。1からそう多すぎてもね3枚です。確か3枚までにする、うんうん、渡す枚数ね、うん、飛び豆はどこで言う。渡すときに飛び豆上がる前に飛び豆って言わなかったら上がれないとかにする。ああそうだね。ルールと一緒で。なんとなくゲームの全体像が見えてきたのでテストプレイをしてみることに。ちなみに今の話し合いで決まったルールがこちら。七並べと同じように8を起点に同じマークで隣り合った数字のカードを順番に並べていくゲームです。一周ごとにじゃんけんをして勝った人が隣の人に渡すカードの枚数を決めます。指定された枚数を隣の人に渡し、並べられるカードがあれば出し、なければパスします。一番早く手札がなくなった人が勝利。最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。じゃあ3枚。3枚、はい。選ぶの大変だね。あ、もう選んでいいの。うんうん、めっちゃむずいこれ選ぶの。みんな何も考えずに私やった。もっと考えればよかった。質問上がいいんですよ。はい、でもこれあれだよね、その渡した後に出せたら出すみたいな。そうそうさ、この次のやつ、うん、あうん、じゃあ私からね、うん、はい全く日本のやり方が分かんない。あ、どんどん出していいの。あ、そうそう、七並べみたいに、これの次か前かのやつを数字出して、はい、そうそう、1枚、1人1枚で、1人1枚ずつが一周しました。でもう一回じゃんけんでしょ、はい、最初はグーじゃんけんぽい、最後でしょ、最初はグーじゃんけんぽい、最後でしょ、最初はグーじゃんけんぽい、じゃあ1枚1枚1枚で、また私から置いていくってことだよね。いや、なんか改善ってあったらどんどんゲーム上だけど言って。そうね、そうそう、どんどんメモってく、時間かかるって書いてくる、時間かかる、確かに時間って書いてある、時間が結構かかってしまいます。はい、パスお、最初はグーじゃんけんぽい、よっしゃー、2枚使いどころが。テストプレイをしてみると時間がかかりすぎるという問題発生。もっと短い時間で楽しみたい。もっとシンプルにしてみる。うん、色で並べるとか。ああ、確かに。
最初からさ、うん、2色だけを渡しておいて、あもう数を減らした番ってこと、うんうんうん、あ確かにそれだったら半分の時間で終わる、うん、カード枚数減らしてくる、あのダイヤとスペードだけにする、うん、あなるほどなるほど、うんうん、ダイヤとスペードだけにして、うんうんうん、その中でやるってことで、さっきのルールみたいな感じで、うん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 、やれば若干なかった、うんうんうん、ダラダラっとならない、ならないか、確かに出してもらってもいいですか、ついにオリジナルゲームが完成？続きはお知らせの後。とびまめオリジナルゲームを考えよう。1回のゲームに時間がかかりすぎたので改善していきます。現時点でのルールはこちら。数字の8を起点に同じマークで隣り合う数字のカードを並べていきます。手札から出せるカードを1人1枚出していき、1周ごとにじゃんけんをして勝った人が隣の人に渡すカードの枚数を決めます。これを繰り返していき、カードが早くなくなった人が勝ち。ただし最後の手札を出すときは飛び豆というのを忘れずに。使うトランプはハートとスペードの2種類。トランプの枚数を半分にするので短時間で勝負がつきます。みんなでこう手順を考えた、やってみたんですけど、今私ちょっとゲームを見てて2点ほどちょっと思ったことがあります。はい1個目が、うん、あの手札をこう回すじゃんここで、うんうんうん、そういうなんかちょっと楽しみ、なんで回すのかなっていう、その回す楽しさ、うん、がちょっとわからないかなって思ったことと、じゃんけんをして出す順番決めるってなると、うん、なんかまあ、今3人とか4人とかちょっと大人数になったら大丈夫だけど、うん、2人になった時にもうなんかじゃんけん、あまあまあ確かに、ループみたいな、であとまあ大人数すぎてもじゃんけんほらずっとね、うん、やっちゃうかもしれなくて、ね、それで時間がかかっちゃうかなっていうふうに思ったんだけど、うん、七並べだと最初に配られた手札で大体なんか強さが決まっちゃうんだけど、うんうん、あの自分がここ7付近の数持ってたら強かったりするのは決めるから、うんうんうん、だけどそれを渡すことによって何、まあ、平等っちゃ平等、平等になるかも変動があるしね、そう、うん、手札が自分の中で、例えば最初5枚持ってる中で、うん、これとこれとこれは取っといて、うん、後で出したいなと思っても、うん、3枚になった時にそれは必ず流さなきゃいけないから、うん、自分の中で、あー、最初はいいけど、そう、最初はいいけど、だんだん後半になっていくにつれて、もう1の譲り合いとかになってきたりもするわけじゃん、うん、うわーみたいな、そういうのが楽しいんじゃない、うん、さっきそうだったもんね、そう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 、結構確かに、あとなんだっけ、じゃんけん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 毎回するのはめんどくさいかも、ね、もう最初に決めちゃってもいいかもね、スタートの人の、そうだね、確かに、うん、親みたいな感じで、うんうん、この人から受け回りみたいな、1周目で1回じゃんけんしたらもうその人固定でその周りでやる、うん、もうありじゃない、うん、じゃあ手札も渡すのは別にね、うん、いいから、うんうん、じゃんけんだけ最初にしちゃって親決める、うん、じゃあそしたらじゃんけんね1回で済むし、うん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 、いいんじゃないですか、うん、感じになりました。できた、できた、いいじゃない、どうでしょうか。うまくいきますように、ね、説明しながら、はい、とりあえず赤と黒に2種類に分けて8を出します、はい、そしたら手札を1枚配って、配ってください、手札配ります、はい、おい、慣れたもんよ、8は AKT の、 AKT のキャラクターにいるポチパの8で8を並べております。で、今手札配り終えたのでじゃんけんをして、親を決めたいと思います。親は出す順番、うんうん、その人から基準になる、その人から出していく、最初はグー、じゃんけんぽい、じゃんけんぽい、よっ、最初はグー、じゃんけんぽい、よし、じゃあ、この回はポンチが親です、じゃあ、私から
こっち回りにしよう、うん、こっち回りにしよう反時計回りに出していきましょう、はい、じゃあもうあそっか右隣にまず渡さなきゃいけないね3番、うん、1枚渡そう1枚渡しますいいよ、はい、せーのはい、うんはい、じゃあ私からですね、うん、はいはいごめんなさい、7がごめんなさい、ごめんなさい失礼いたしましたごめんなさい可愛かったよはいパスじゃあ右隣に渡しますかはい一周したらもう一回渡す、はい、説明忘れてましたいよいよ私ですねはい、じゃあ親からまた行きます、はい、私ですはいはい回すあれじゃあまた回す、はい、回しますかはいはいおお、なるほど私ですね、はい、パス出せるカードが手元にあったら絶対に出すっていうルールがありますそうですね、はい、意図的なパスは禁止禁止です、うん、右ですかお、来た来たあ、やっと出せたじゃあ回しますかお願いしますね、はい、あ悔しいね、これ回すのね、これ悔しいね、回すのすばらしいパスですあ、はい飛び豆おお上がり最後に飛び豆って言わないと上がれないそうだね飛び豆って出すときに、はい、最後の1枚出すときに言う私は1抜け、はい、イエーイ、はい、右隣じゃあ回してください、はい、しますこれすごいね、どんどんさ、まあ、そうだよね、消したくないカードがほらねこんちゃんはパスですパス私もパスですパス、はい、おお。ちゃんはさ、ほら回すんだもんねそうなんだよそうなんだほらもうじゃあ私ですね、はい、飛び豆お飛び豆ということは旅なめあ、いいこれいいねいいねやったすごいゲームって考えれるんだね自分たちで、ね、オリジナルって言うからどうしようと思ったけど、うん、なんとか形になってよかった、ね、よかった楽しそうだしこれなんて名前つけるあ、そうだ命名してない、うん、確かに飛び並べ、うん飛び並べいいかも飛び並べ飛び並べ、うん、飛び並べいいんじゃない、ね、飛び並べ早口で言ったら飛び豆に聞こえそうじゃない飛び並べ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 じゃあ決まり名前決まりました、はい、このゲームは飛び並べですイエーイ決まったー、ね、よかった私たちが考えたこの飛び並べを皆さんぜひやってみてくださいやってみてねハッシュタグ飛び並べで遊んだ感想を聞かせてください次回もお楽しみに